間限られたスペースとなっていますので、ハドソンスタッフの指示に従ってください。さあ、それでは早速本日の出演者をお迎えします。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。北へホワイトイルミネーションではターニャ役の坂本真綾さんです。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いします。どうぞおかけください。さあ、お二人目です。左京早香役の川澄彩子さんです。よろしくお願いします。そして3人目は川原あゆ役の広橋イラストレーターのっちさんです。さあ、どちらから、こちらから、はい、よろしくお願いします。さあ、そして最後はやはりこの人にご登場いただきましょう。北へホワイトイルミネーションのプロデューサーといえば、そうです、ヒロイン王子さんです。どっち、あ、はい、よろしくお願いします。ではおかけください。最終日ということで、ハドソンブースでは素晴らしい顔ぶれを揃えまして、皆様と共に楽しんでいこうと思っていますけれども、さて、トークショーということなんですけれども、まずひろしさん、どんなことからお話ししましょうか。はい、キャラクターのお話がいいんじゃないですか。知ってますね。いろいろ、ね、はい、思いがあるでしょうから。そうですね、はい、キャラクターといえばやはりのっちさんということですけれども、はい、このキャラクター作りで一番大変だったキャラっていうのは何ちゃんですか。一番苦労した佐京早香さんですね。やっぱいらっしゃってますね。どういうとこが大変だったんですか。いかにも可愛いキャラクターっていうわけじゃなくて、佐京早香の場合はですね、目が細いんですよ。だからその目の細いような直線的な目のキャラクターで、なおかつ可愛くしようとするとなかなか難しい。なるほど、それで可愛くするのが難しかった。そう、いつも苦労してるんです。すいません、キャラクター持ってきてもらえますか。さあ、ということなんですけど、今後ろに映ったということで、はい、はい、勘弁していただきたいと思いますけれども、眼帯してますよね、早田ちゃんっていうのは。 あれはなんでなんですか。あれは、そうですね、世の中なんて遠目に見るような価値がないよって。なるほど、ちょっとメッセージが込められてる。かっこいいって言われましたけど。かっこいい。でも、心を開いてくると外してくれるんですよ。なるほど、はい、だからあなたは早川の素顔が見れるかっていう。なるほどね。あ、そうなんですか。じゃあ、ターニャさんっていう役がありますよね、はい、あれは日本人ではないんですか。はい、ロシア人なんです。ロシア人で、はい、何かこうキャラクター作りで苦労した点ってありますか。ロシア人っていうだけで、どういう風にしたらいいんだろうって最初すごいびっくりしたんですけど、はい、そうですよね。でも日本語ペラペラということで、もう全然普通に訛りもなくやらせていただいたんですけど、はい、時々途中でロシア語のセリフが入るので、それはテープをちょっとお借りして一応研究していたんですけど。すごい、よかったですね。のちさんはどうでした。ターニャという役は、キャラクターは、ね、元々金髪の子は好きなんで。そうなんですか。非常に好きなラインをただ書いてれば、じゃあ比較的作る分には楽というか。そうですね、さあ、それからあゆちゃんなんですけれども、はい、あゆちゃんは元気な女の子っていうことですか。はい、多分この中で一番元気な女の子の役なんですけど、はい、歌手を目指してて、はい、お寿司屋さんの娘でもほんと元気です。はい、どうでした。役としては、はい、やってみて、なんか自分もすごく元気なんで、なんかすごいやりやすくて、もう伸び伸びやってました。なるほどね、はい、そうですよね、元気そうですもんね、はい、見るからにね。で、ひろしさん、一番好きなキャラクターはご自分の好みで。いや、苦労しましたからね、みんな。ずいぶん前になるよね、合宿したのってね。合宿したんですか。そうなんですよ、合宿をずっとしてて、で、のちさんが横にいて、はい、
でシナリオライターの、永山君たちとみんなこう話をして一人ずつ作っていくんですよね、はい、どういう背景があるとかって、でそして横で書いてるんですよ。でこう、なんか気に入らないとかって、でもう少しこう内面性を作ろうよって言って、例えば左京だと眼帯をさせてちょっと眼帯してみてとか、そういうその絵の方にも細工していくというかね、そんなことをしながら6ヶ月ぐらいかかりましたね。半年も、半年も合宿したわけではないですよね。合宿してから、合宿は1週間ぐらい。そうですね、もう十分経ってるから覚えてない。どこで合宿したんですか。湯河原。湯河原、いいとこで、また、そうなんですか。じゃあもうすごく苦労して、じゃあキャラクターとそれからそのキャラクターのバックグラウンドっていうのは同時進行で作っていったわけですか。はい、もうキャラクターとそのキャラクターのバックグラウンドはもう同時進行で、その、姿というか姿のバックグラウンドは同時進行。そうなんですか。それはあの、結構早い段階で、あのノチセをキープできたんで、あのずっと一緒にシナリオライターとイラストレーターが一緒にいるという、ずっとそういう、こう環境を作れたのが良かったですね。今回はあの特にノチセは今回メジャーデビュー初めてになるんで。そうなんですか。はい、これが初めてのメジャーデビューになるんですよね。でそのあの期待っていうのはずっと企画としてあって、でその誰がキャラクターデザインをやるかっていうところでずいぶん探してて、でそのノチセを見つけたっていうところが、まあ、僕のラッキーかなと。じゃあ最初にノッチさんを見つけた時っていうのはもうこれだっていうようなビビッとした感が。それは嬉しそうです。非常に嬉しそうです。だからあの大体やろうかななんて、こんなことをやろうかなっていう、その、漠然とした時間が8ヶ月ぐらいあったんですよ。でこんなのかな、こんなのかなっていう、その時にキャラクターデザインを一緒に探してて、で彼と巡り合って、でのしせに6ヶ月ぐらいちょっとこう下準備をしててもらって、で大体こう企画が固まって、で入ってもらったんですよね。そっから1年半かかってますからね、また。あ、すごい。じゃあ、はい、放送期間はトータルで大体どのくらいあるんですか。企画からじゃあやろうかななんて思い始めてから2年ぐらいですね。それはあのこういうゲームを作るにあたっては長い方なんですか、普通ですか。僕長いんですよ。あ、基本的にヒロシさんは長い。基本的に僕長いんですよ。グズ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 してる時間が長いんですよ。よく固まらないんですよね。あ、でもいろんなことをやってまとめていくのが、さまざまなアイディアが出てくるんじゃないですか。だからそれをまとめるのが大変っていう感じで。そうですね。だから鍛えっていうタイトルも出るまでにすごい時間経ったよね。そうなんです。そうですね。初めは明日にキックというタイトル、AGAとか言ってましたね。そうなんですか。だからもう、ほとんどコードネームで、後で何かつけるから、とにかく明日にキックという、おなんか俺たちの明日にキックしとけやみたいな、そんな感じで。そうなんかスポーツど根性ものみたいな感じで。そうで、その後ホワイトイルミネーションというタイトルがついて、ずっとそれだったんですよ。であんまりありきたりだなって言って、である時「鍛え」っていうタイトルが、なんか鍛え向かうと切なくなるんで、日本人って、その日本人のそのメンタリティーみたいなものが、なんか作品にぴったりだよなと思って、で「鍛え」ってつけて、で落ち着かなくて、でテレビ見てて「モーニング娘。丸」って書いてあったの。あ、この丸だと思って「丸」ってつけて、それでなんか落ち着きましたね。あ、これが来たなみたいな。結構でも安易なところにこうあるもんですね、ヒントってね。やっぱりちょっと、いやいや、そうですね。じゃあその安易なのを見つけられるか見つけられないかっていう、それはこう一生懸命集中してないと見つからないですよ。そうですね。じゃあもうこの丸絵もかなり思いが込められてるんですね。まあそうですね、それもあのキャラクター一人一人だと思います。髪の長さとか、目の大きさとか、で顔の表情とか、そういうのも随分細かく指示を出したし、ノチセのアイデアももらったし、あの皆さんはオーディションで選ばれたんですか。違います。キャラクターを描きながら、あのこの声だったらどんな声だろうって、でその都度僕はテープを聞いて、でいろんな方のテープを聞いて、だこういう声だとか、またあと推薦でいろんな人が
あ、このキャラクターだったらこういう声の人いるよとか、はい、そういう感じですね。そうなんですか、どうでした、選ばれて皆さん嬉しかった嬉しかった、そのまんまですねそうです、やっぱりでも一つのねキャラクターを与えられるってことは自分で命を吹くわけですから、すごくね、あの責任感もあるし、またすごく嬉しいですよね。ね、自分の分身みたいなものですからね。はい、それではですね、次ツアーネタに行きたいと思いますけれども、これは一体どういうことなんでしょうか。ツアーネタっていうのは一体何をやったんですか。はい、はい、北海道に、はい、北への誕生祭として、はい、3人ずつ北海道行きました。あ、3人ずつ、はい、その時の3人のメンバーはこの3人だったんですか。また違うんですか。知ってないんですよ。え、すみません。あ、そうなんですか、はい、あ、ちょっと今映像が出ましたけれども、あ、私はい、カイさんとは一緒じゃなかったんですけど、2回に分けて、はい、私たちの方が後に行ったんですけど、南尾美さんと、うん、豊口恵美さんと、はい、私と3人で行ってきたんです。はい、どんなことやったんですか。寒かった、ね、寒かった、寒いですよね、雪降ってますもんね。どこに行ったの。道庁の前と、はい、崖え、崖、何ですか崖って。ホテルでリレーションみたいのをやって、それが1日目の夜で、はい、次の日に道庁の前で記念撮影を撮ったりして、はい、あとは大体自由行動で、うん、皆さん好きなところ、小樽に行った人もいるらしいし、もっとなんかみんなと一緒に回りたかった、いろんなところで。あんまり回れなかったんですか。時間の都合もありますからね。あの実際にですね、北海道のお店とかがゲームの中に本物が登場するじゃないですか。そういったものは実際目にされたんですか。行けませんでした。行ってないんだ、はい、行きたかったですよね。じゃあね、この会場の中で、オルゴールを実際に販売をしてて、すごい売れ行きなんですけれども、本物の、 あのゲームと同じオルゴールって見ました。見てないですか。じゃあ後でぜひ見てください。あれもターニャの作った、うん、あの赤いスズランのね、はい、ブローチっていうのも本当に作っちゃったんだよね、確か。そうそうそう、うん、そうなんですよ。ガラス職人だから。そうです、すっごい綺麗なんですよ、オレンジ色のガラス。そうですよね、このブースの中に展示してありますから、後ほど見てください。皆さんもよろしければ見ていただきたいと思います。さあ、続いてですね、3番目の歌ネタをいきたいと思うんですけれども、歌ネタというと、もうあのライブで一昨日、昨日とずっと、歌われてますけれども、この CD 3月の25日に発売でよろしいですか。はい、さあこの、歌鍛えというタイトルなんですけれども、皆さんダンス練習されたんですか。してないですか。あ、広橋さんだけ今シーズンで鍛えを歌っているんで、はい、この後やりますよね、はい、ここでやるんで見に来てください。広橋さんは昔からの踊りはダンスはやってたんですか。はい、やってました。小さい頃体が弱くて、でダンスやってたんですけど、いつの間にかこんな大勢の方に見ていただけるようになって嬉しいです。そうですか、いっぱい売れるといいですよね。そうですね、皆さんよろしくお願いします。これは4シーズンズ、なんかドリンク腰に手を挙げて飲んでますよ。いや、踊るってもね、やっぱ練習大変なのよ。これ、ね、練習風景ですね。はい、稽古場借りて練習するんで。全くフォーシーズンズの皆さんの中にはダンス経験のない方もいらっしゃったんですか。もう皆さん大体豊口とかがね。そうだね、豊口はダンス経験がないよね。そうなんですか。待って、そうそうそう、靴をくっつけたら膝が開いちゃうから、膝が開いちゃうから、そうすごい大変だったんですよ。なんか一月半ぐらい、みんなの踊り覚えちゃって、最後はみんなで歌って踊って裏で踊ってますもんね。はい、踊ってます。はい、他の方が歌ってる時裏でね踊ってるんですよ、一緒にモニター見ながらね。この曲っていうのは歌詞はひろいさんが書かれてる。
あ、そうですね、北へはそうですね、はい、ゲーム中にいくつか歌詞が、歌が入ってますけども、半分シナリオライターの永山くんが書いて、はい、で半分僕が書きました、はい、なるほど、のちさんが書き下ろしのジャケットということで、そうですね、ちょっと時間がなかったんで、かなり時間がなかったんで、はい、自分的にはあんまり納得いってないんだけど、そうなんですか、ということなんですけど、皆さん納得いってないっていうのはちょっと可愛いです。そうですか。可愛いファンなんです。のっちさんの。あ、そうなんですか。大ファン。え、のっちさんの描くキャラクターが絵が好き。のっちさんじゃなく？のっちさんの。のっちさんも好き。はい。のっちさんも。なんか無理。シングルの内側にまた、書き下ろしの絵があるんですけど、それが結構気に入ってて。ぜひ見てください。はい。なんかフォーシーズンズの皆さんに直接届く何かいろいろ企画ボイスメールっていうのがあるんですよね。はがきが入ってて、はい、川原あゆ様とか春の小鳥様っていう風になっててラブレターを書けるようになってるんですよ。でそれ全部私たちに送られてくるんで、はい、皆さん書いてください。絶対見るからラブレター楽しみ、よろしくお願いします。25日に発売された北へ買うっていう予定の人手を挙げてください。ありがとうございます。まだまだ分かってない人もいるのでね、ぜひ皆さんご購入いただきたいと思いますけれども、さあ、歌ネタ以外にもですね、いろんなネタがあるんですけれども、ぜひ皆さん、ちょっと一つぐらい質問を受けましょうか、どなたかにね、じゃあ質問したい人、はい、変な質問は却下します。はい、したいんですけど、はい、はい、何、まあ、この作品についてのあの意気込みというか、うん、そうね、ドリームキャストになって表現力が豊かになったんだけども、全部が CG じゃなくてもいいんじゃないかなと思ったわけよ。でそれよりも新しいマシンになると、もしかしたらその作家性とかね、もうちょっと違うその物語をそのいくつもいくつも二重構造三重構造にしていくことができるんじゃないかなと思って、それでそのシナリオライターが何人もかかって、8ヶ月ぐらいかかって、ちょっとその、ギャルゲーと言われてるところじゃなくて、もうちょっと違う分野のその、恋愛シミュレーションみたいなものを作ってみたいなと思って、だから8人にそうね、かなりの量のそのシナリオが入っていて、でそれをなんかこうやっていくと、なんだろうな、心が温かくなるみたいな、そんな作品ができないかなーなんて、それがなんか僕は次世代機の未来のような気がしたんだよね。うん、だからそうやって作りました。だからそんなに派手じゃないかもしれないけども、やっていただくとかなりいい感じで作れたかなと思います。それからコミュニケーションブレイクシステムというのはまだそのこれで第1弾なんで、まだまだなんていうかな、こなれてない部分もあるけども、人のそのなんそのコンピューター側からその全部その勝手に言われるんじゃなくて、その選択肢もないところにパーンと割り込めるみたいな、それがなんか新しい形のような気がしたんだよね。だからまだまだそのどこでも入れるってわけじゃないけども、これが1日版ぐらいになるとどこでも入れるような、うん、もう一回進化できるようなコミュニケーションブレイクシステムはね、今ちょっとフラッグが立たないんで、うん、それからその処理スピードもどうしても絵出してる関係上フラッグを全部に持つと大変なことになっちゃって、いろいろ考えたんだけども、まだまだ、うん、6箇所ぐらいでしか入れないはずなんでね、一つのワンフレーズの中で6箇所ぐらい入れるところがあって、うん、それがなんか
もう次の世代行ったらばもう一回進化できるかもしれないんで、ちょっとお楽しみに。それの第一弾です。ちょっとやってみてください。面白いですから。はい、よろしいですか。ありがとうございました。さあ、お時間もですね、もう残念ということでお時間も来てしまいましたので、じゃあお一人ずつメッセージを皆さんにお願いできますか。まず坂本さんからお願いします。来たねというゲーム、私も早くやってみたいなと思ってるんですが、本体がないのでできないんですが、さっき言ってましたけれども、その CD の方の中には8人のキャラクターそれぞれの個性がすっごくよく出てる曲がぎっしり詰まっていますので、そちらも楽しめると思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さあ、それでは川澄さんお願いします。はい、私さっきは早く役なんですけれども、本当に初めてなんかすごい不良の役をやって、もうもらった時にすごい役だよすごい役だよって言われてて、やったらやっぱりすごい役で、私にとっても初挑戦の役だったので、皆さんにぜひやってもらいたいです。それで歌の方なんですけど、私はもうなんかすすきのムード歌謡みたいのを歌ってるので、そちらの方もちょっと違った感じで楽しめると思います。皆さんやってみてください。聴いてみてください。はい、ありがとうございました。それでは広橋さんお願いします。はい、なんだろうな、鍛えっていうのはみんながこう大好きって言われたりとか言ってもらったりとか、やっぱりすごい素敵なことだと思うから、その自分のそのプレーしたい女の子の子に大好きって最後に言われるようにみんな頑張ってください。それでいろんな女の子から大好きって言われてみてください。いろんな女の子とこうできるんで何回も楽しめると思うんで、なんか楽しんでください。はい、どうもありがとうございました。それではのっちさんお願いします。はい、書き下ろしの絵とかでもまだ結構書いてるんですけど出てないやつが結構あるんで、はい、そうなんですか、うん、はい、まだ楽しみにチェックしてくださいませ、うん、という。そうですね、どうもありがとうございました。そして最後にひろしさんお願いします。なんだろうな、恋愛シミュレーションとかこういうのを作ってると女の子の実体験がない子供を作るんじゃないかとかよく非難されるんですけどもね、恋愛小説のその進化系のつもりで作ってるんですよね僕ね、はい、だから恋愛小説読んでると、じゃあ全然その結婚もしない子ができちゃうのかって全然そんなことなくて、僕らの時代も恋愛漫画いっぱい読みましたし、はい、こういうのこうよその小説とか漫画とかと同じような進化系の中にゲームのこういう恋愛シミュレーションっていうのは僕あるような気がするんですよ、はい、でそれがさらにこう進化してこう疑似体験ができるっていうね、うん、それがすごい楽しいんで、ぜひこうゲームやってゲームだけで終わらないで北海道本当に行っちゃうことが、そうですよね、そうなんです。僕寺山修司の昔ショーして街へ出ようって読んで、本当に街へ出ちゃったんで、そういう何かに影響を受けて行動を起こすっていう、それは全然素敵なことだと思うんですよね、はい、だからこの中でこうやっていただいて、一、はい、人でもいいからバッと北海道へビッグ抱えて行っちゃうとか、そういう人がいたらすっげえ楽しいなと思うし、そうですよ、ね、僕らも作った甲斐があるなと思うし、みんなのそのなんかエネルギーを巻き込みながら、はい、鍛えて出来上がってきたような気がするんで、いい人と出会えましたんで僕も、はい、今度はいいお客さんに出会えるような気がします、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。非常に短い時間だったんですけれども、楽しいトークライブを繰り広げてくださいました皆様にどうぞ大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。これからもありがとうございました。